寺院によく似た施設神社ですね。確かに茶道などとはまた違った神秘的で新たな気配がいたします。ではこちらの様式にのっとりまして、まずは参拝をいたしましょう。 ようやく納め終えました。これで日頃はこちらの住人でない私にもご利益が訪れますでしょうか。考えてみると、
この再選という仕組みは噴水のそれとよく似ておりますね。そこかしこに人々の幸福を叶えるスポットがある素敵な土地にお住まいなのですね。あちらにたくさん結ばれている紙の帯はもしかして。やはり私の期待通りおみくじでございます。自らの運命をあえて紙切れ一枚に託し、そのリスク感を楽しむ勇気と伺いましたが、なるほど、運命について様々に書いてあるようですね。では一つ私も聞いてみたいと存じます。全種類コンプリートするまで少々お待ちください。先ほどから気になっておりましたが、あちらにあるものは何なのでしょうか。これは確か、こちらが滑り台で、こちらがジャングル中。誠の神前には形ばかりの厳かさなど不要。なんと考えて本質に満ちた姿勢でしょう。楽しみを得るにはまず同じだけ登らねばならない。世の摂理を無言にして教える奥深い遊具でございます。なかなかでございました。他の遊具もぜひ遊び方など教えていただきたく存じます。ではこちらのジャングルジムから順番にお願いいたします。出られません。これはバランスがなんと難しい。本日は今までの外出にも増して楽しゅうございました。私実は近頃思うのですが、私がこちらの世界を楽しく感じるのはただ新鮮な刺激があるからなのでしょうか。もしかすると私、あなたにお供する時間が楽しいということなのかもしれません。ともあれ、まずは私どもの部屋に鉄棒など置いていただけないかと主に掛け合う所存でございます。よろしければまたいつかご一緒させていただきたく存じます。You gotta tell me you can't hold over.
リス、おかえり。なんか蒸すな。んげ、もう20日かよ。夏休みもうすぐ終わんじゃん。ってすることもねえけどさ。なんか世の中結構つまんねえな。どいて。見えないでしょ、どいて。ああ、終わり。何？ああ、いや、なんでもねえんだ。終わり。すげえ格好。こんだけ暑いのに。しかもあのキモい家。芸術は爆発ってやつ？ま、いっか。
帰りなさいです。
帰ってきたか。